こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではトップボールを改善するための練習を行っていきたいと思います。トップボールがコースに出てしまいますと、当然池越えをしたり、あるいはバンカー越えをしたり、何かを越えていかなければいけないシーンで、達成することができません。結果としてスコアアップを達成することができないというわけなんですが、なぜトップボールが起こってしまうのか。多くの原因はスイング中に体が高くなってしまう、特にインパクトからフォローにかけて体が起き上がってしまうことによってトップが出ているという方とても多いですね。また自分でもトップの原因として体が伸び上がってしまう、起き上がってしまうことによってトップをしているという自覚を持っていらっしゃる方もとても多いと思います。しかしなかなかそれを直すことができないというふうに悩まれている方も多いのも事実です。今回はそういった方がどのような練習を行うことでこの起き上がりを直していけるのかという練習方法を紹介しますので、ぜひ心当たりのある方取り入れていただきたいと思います。それはですね、まず私が行ってみますので見ていてください。このような形で練習を行っていきます。どのように行うかと言いますと、まずアドレスを取ります。そしてアドレスの高さを変えずにクラブヘッドだけをボールの左側に1回置きます。そこから体が起き上がらないように肩から肩のベタ足に留めた状態でフィニッシュの高さまで持っていきます。この姿勢でターゲット方向を見て、全く起き上がらないフォローの高さというものを体感してください。ここで、またポイントとしては2秒から5秒しっかりと静止します。そしてクラブを元の位置に戻して、今度はボールの右側にクラブヘッドを置いて、そして素振りで行った高さで追われているかどうか感覚を一致させる練習をしてください。この時さっきボールを打つ前に作った高さと変わってしまう高さになってしまった場合、自分でも体が起き上がったということが非常に分かりやすいと思うんですね。またどの高さで止まるべきかということも体にしっかりと刻むことができます。ぜひですね、まずはじめに理想のフィニッシュの高さを作ってから、そしてボールを打っていくというトレーニングを繰り返してください。ちょっと地味な練習ではありますが、このような地味な練習を繰り返し、体に繰り返し繰り返し反復練習をさせることで正しい動きを覚えさせることができます。ぜひトップボールに悩んでいる方、そしてそのトップボールも特に体の起き上がりによって起こってしまっている方、ぜひ今回私が紹介した肩から肩の練習において事前に高さを体感してからやるトレーニングですね、練習に取り入れてトップボールを改善し、そしてスコアアップに役立てていただきたいと思います。